今日何だ達成大輔です。いやいや、イラブです、イラブです。はい、イラブです。いやさ、あのさ、ペーペーの CM 見るたんびにさあーみたいなさ、ちょっとあれ、ちょっとあれ、ちょっとやって。いや、見てない。石垣にはまだ CM 来てないんで。あ、来てない人、はい、来てないです。マジ、そう、まだ今度送る。いいです、いいです。いや、あれさ、ちょっとさ、あの踊りちょっとしてよ。いや、どういう踊り、なんか分からん。なんか こんな感じのペイペイみたいな。勉強しております。ペイペイの CM ないの？ペイペイまだっすね。石垣、あー、じゃあ電波がまだ。え、まだ石垣といえばさっきさ、こうモヒカンの横分けした人がいるじゃん。はい、あ、石垣に移住した。はい、あ、石垣移住してるんだ。はい、最近来たんだ。そうです、そうです。今度から、去年、一昨年、はい、去年。もともとパーフェクトプロが、パーフェクトプロで、で、そうですね、ケイポンさんともすごい仲良く。あ、そうなんや、移住したんよね。はい、はい、ということで、あ、そうなの、そうなの、なんでここ髪の毛がバサバサついてるし。あ、今ちょっとセットしてきたんですよ。かっこいいよね。そのーノースポンサーの状態ナインダッツすると、ああ、うん、必死で。いや、それがさ、一番さ、目立ちた、逆にそれが目立つ、かっこいいと思ったんでしょ。わかります。うん、わかるわかるわかる。すいません、ノースポですよ。あ、これ、はい、あ、何、あ、別にユニフォームを忘れたとか、忘れたじゃないの、全く。もう本当にまだ、今年から、ゼロからちょっとスタートしたいなっていう気持ちを込めて、ちょっと全ての、はい、契約更新をしなかったって。 J に行くとかは、もう全く、あ、またもう I love perfect。 だって今年さ、だって石垣でやるでしょ、大会。はい、もう、はい、そうです、そうです。パーフェクトは PT、 よろしくお願いします。200です。 PT200 が石垣島で、はい、石垣島です。これは、うん、どういう、具志堅さん石垣じゃないよね。いや、具志堅さん石垣島、石垣っすよね。具志堅さんにお願いしたとか。そうですね、もうなかなか会えない、会えない、会えないです。会ったことないです、ね、まだちょっちゅねーとか言ってないです、言ってないって。それよりも本当やってよ、ちょっとペーペーのあれ絶対、ね、絶対あれしたらもう関係なくないですか、ダーツと。ダーツ関係ない。いや、ナインダーツ、いやいや、でも、ありがとうございます。ナインダーツで、はい、肝心の予選の方いかがでした？一応2位通過ですね。あ、2位通過なんですね。コウタさんが、鈴木コウタさんが、鈴木一族すんげー強かったっす。うん、しかも4のプラパチだからね。はい、その負けがコウタさんなんで、うん、僕は、ね、でも全然打てなかったです。コウタさん相手には、いや、もう、全体的に以外が、あ、はい、だからなんでナインダーツ出たんかなっていう。あ、その時もやっぱ瞬間的なこう、そうそうスイッチが入った。あ、出ちゃった、ま、集中できたみたい な、はい、な、これでナインダーツ何回目ですか？あ、でも2回目です、うん、でも2回目なんですけど、トライはもう何回もあります。今年からでもナインダッシュを2万円になりましたかね、今期から。安っ。いや、う、いや、う、あ、写真だけお金なし。かわいそう。いや、もう全然いいんですよ、もう、あの、名誉さえいただければ僕は。いやいやいや、嬉しいですね。まあでもこれからね、こと、今日これから本番なんでね。はい、そうなんですよ。そう、少しでも上に行けるように、うん、無印良品アピールしてください。いや、欲しい、無印、無印良品。はい、もう、いやいや、まあ、かっこいいよね、こうね、ユニオーム何もなくて後ろに無印良品。いや、結果あるじゃないですか。あるね、あるね。あるある。はい、ということでですね、はい、皆さん、今年も大活躍、ペーペーイラブ応援よろしくお願いします。すいません、お願いします。ありがとうございます。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。頑張ってください。はい、おー、から袖の下です。おー、また冗談やろこれ。何これ、何、バレンタイン。あ、はい、来ました、大ちゃん。どうも、お久しぶりでございます。いや、白髪混じったね。白髪、生え際だけだよ。いや、こっちもすごいじゃん。そうなんだけどね、生え際が上がってきたから、うん、もったいなくて抜けないの。
俺は抜ききらない俺は怖くて。えもうもうそっちゃおう。いやもう白髪までさ大事そうね、白髪まで大事でしょそう、そこそこそこ。これ何袖の下、何チョコレート。チョコレート、あーありがとうございます、まあ、バレンタインもちょっとあった、うちの嫁からです。ありがとう。いや大ちゃんって言ったらね、ほんともう自分憧れで、もうほんと昔ね、俺ダーツやり始めの頃坊主んで、で、ね、大ちゃんね店長で、あれ、ね、実は店長でもなかったの。ちょっといい、マイクかぶりだからちょっとおかしいっすか。あすいません、マイク、マイクいらないね、うん、そうすごいよね。ね、もうあの結構長いことね、うん、付き合いがあるからね。そうなのよ。まあちなみに今日絶対呼ばれるなと思ってた。いや絶対呼ぶもん本当。いやダーツのさ楽しみ方をさ覚えたのが坊主だったからさ、大輔が教えてくれたんですよ。大ちゃんが、俺が教えた記憶ないんだけど、ね、いやいやでも楽しかったね、まあ、一緒に遊んだけどね。えもうだから横浜に俺出張行くのが楽しみで、で出張行って大ちゃんとこで坊主行って、で一緒に飲んでみたいな ね、うん、でダーツうまくてさ、あの頃うまかった。俺うまかった。なんかこのあすごいじゃん、うん、そう昔はねこうやってキュッキュッと上がってたね、ねあれ今できなくなっちゃった。もうやんないの。じゃあなんできないの、なんないの。あそうなの。俺はもうピタッと肘止まってるつもりでやってたのに、動画見たらクッて上がってる、ね、なんかかっこいいのよね。そうね、そしてねなんかかっこいいのよね。まああれできないんだよね。寂しい、うん、そうなの。でもなんでちょっとパーフェクトさ去年、うん、バス出ないやとか言ってたじゃん。そうそう、いやあんまりまだねちゃんと調子合わせて出ようと思ったのよ、うん、思ったよって言ってたでしょ、うん、言ってた、まあ、ブログにも書いてくれたけど、そう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 、なんだけど実際はね、うん、出なきゃやらないんだなと思って。あー逆にね。そう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 、出て戦って悔しくないとやっぱ投げない。あーそうなんだね、うん、やっぱだって左手いつも釣り竿で右手は包丁だから最近魚釣り。そうそう、どちらかというと漁師か板前かだから今。魚はどこに、なんか向かい船釣り、船釣り船釣り船釣り、うちねダーツリバーですからね。ダーツリバー、あダーツリバーね。ダーツリバーね、あー、はい、ダーツと釣り。あそうだ、大ちゃん独立したんだよね。そう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 、今ラーメン屋もやってるから。ちょっと映ってね、商売人だよ商売人でどっちにひじラーメンが。あ俺はラーメン屋にはいない。あラーメン屋にはいないんだ。いない、バーの方にいる、ね、そうバーの方にいる、だって魚釣って、うん、切って出すの俺だから、うん、全部、うん、ダーツリバーにいないとね。あダーツも投げますんでじゃあ釣りはじゃあ船釣りで、船釣り船釣りで自分で、まどのくらいの割合で行ってんの釣り。でも週1か2行かないと仕入れが間に合わない、うん、ああ、うん、でそこで釣りだめして釣って寝かせて出すとちょうどいい。あれうまいよね、 それがね。あじゃあ週1行ってる感じで。そう週1ぐらいは最低でもいい、うん、で何を狙ってるの中心で。ね食べたいもん。だからいろいろやるよ。ってことは今の時期は何がいいの。今ね釣れれば石鯛とか美味しいね。あー石鯛とか釣れないでしょ。あと丸イカっていうイカがあるんだけど、おおおお釣りの話しかしてねえじゃんって多分今いっぱい流れてるよね。いや流れてない流れてない。で石鯛とか釣れたらさあんな客喜ぶでしょ。すごいよ。だから当然格安だからね。あーそっか、釣ってくるだけだから、俺は遊びに行ったらそれが売れるから。でもさ、ね、あのさリトル侍のさまたリトル侍って言われるようになってよ。そうね、それも釣りもいいけど、いや当然だけどやるからには、うん、まあ勝ちに行こうと、そこは徹底してやろうかなと思ってるんだけど、まあね今日ねロビンやってみた感じ、うん、試合感ゼロ。ああ今日どうだ、ダメだった。一応あのなんとかタラから1位通過しましたけど。さすがけどさすがけど最後の試合まあレグったんだけど、うん、勝ったら1位、うん、負けたら4位。あでもさ3勝1敗で2つちょっとあれだけど仕上げてきてんじゃん。ダダもいたんだ今。最後ダダとやったの。え最後ダダに勝ったんだ。ダダに負けたら俺4位だったの。今ダダ4位でしょ。ああそう、あのあれがひっくり返る。あこれ嫌だったねこの感じね。さすがうんとね緊張したもん久々にさすがリトル侍。あて俺力入ってんなってすごいすごい分かったもん。でもダダってさ去年さ浅田聖吾にも勝ったんだよね。そうあのねハマるとすごいのは分かってたんだけど、うん、ハマらせなきゃいいやと思って。
それがやっぱこう勝負感みたいな働いたわけ、うん、なんとなくあったんだけど、でもやろうとすることができないんだよね、今ね。昔はできたけど、やっぱりね、勝負感はあるけど、うんうん、あのまだ それをやれない、やれないんだ、うん、あそうだね、ちょっと難しいけど、なんとなく悔しくて楽しいから、あの伝説のバーンの2連覇は2連覇ですよ、2連覇知らない人も多いと思いますが、昔はうまかったんです。これあの場所はどこにあるの、ダーツリバー。これ思いっきり宣伝させていただきますと、はい、横浜駅から東横線で一駅動いた丹波市という駅にございます。分かりにくいと思いますがご連絡ください。見てね、これね、ダーツリバーね、ダーツリバー、ダーツリバーね、はい、はい、こっちか、はい、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。決勝トーナメント頑張ってください。ありがとうございます。ごめんね、あの最後ちょっと急ぎで巻いちゃって、ごめん。巻きって今来ましたいやー、竹山大輔がチョコレートを持ってきてくれました、ありがとうございます。はい、来ました山本選手、ありがとうございます。大先輩の後でやりづらい、ね、大先輩ね、竹山大輔さん、竹山大輔に憧れてフライトを顔に当て出しましたからね。あ、竹山大輔のそう、マネからフライトを顔に当てるという、はい、あ、そうなんだ、そうなんですよ。あ、そうなんだ、ね、何僕呼ばれた、あ、なるほど、スタッツか、あ、そうそうそう、あとで、ね、今日はね、スタッツランキング2位、すごいじゃないですか、すごい。作国、作国狙ったんですけど、作国ね、やっぱ狙ったっ、何も繋がらなくてこないけど、そうです、そうです、うん、でもやっぱ繋がるより繋がらない方が逆に、あ、そうそう、作国、はい、うん、あ、作国ね、作国ね、あ、1回これもう6ラウンドか7ラウンドやっちゃってますから、4-0のプラナナですね。さすがっす。それは嬉しいですね。ねえ、どうですか、こうオフの過ごし方、なんかうまいこといけました。あ、そうですね。去年とかちょっと、あの、まあ、あの手術とかしたって。手術したんですか。そうなんです、そうなんです。何のですか。頸椎のヘルニアで。あ、頸椎ヘルニア。はい。これきついらしいですもんね。今年はもう余裕で。食欲旺盛です。奥さんからこうワンツースリー左フックもらったとか。あ、奥さんはもうあのパンチがもう全然得意じゃないんで。得意じゃない。はい、どっちかって言ったら足が得意なキック。キックの反応。ローキックね。はい、うん、そうなんですね。はい、でなんか奥様も今回また一緒にこう仲良く参加。あ、今日はちょっと幼稚園 の, あの説明会がちょっとありまして、あ、幼稚園の説明会ですね、はいはい、明日来ます、はい、あ、明日、今日じゃなくて明日から、明日のチームが宮城のチーム、関西代表になるからリーグの全国大会出ますんで、そこには来るんだ、はい、同じチームですか、そうです、先ほどあの滞りなく説明会が終わったという、終わったという報告を受けましたんで、あー、メールあって、はい、あの年収5000万以上とか、いやいや、あのそういう保育園じゃないですか、あ、違う違う、あのなんですか、大阪市のあの、あ、嬉しいことにあの、あ、3歳になったら授業料無料の認定幼稚園に、ああ、すごいですね、逆立ちとかするとこじゃないですか、いや違います全然違います、腕立て伏せとか、あ、全然違います、あのもう基本あの滑り台とジャングルジムしかないようなとこ、あ、そうですか、はいはい庶民的なところ、庶民的なところですね。いやー、しかしね、うん、今年も始まりました。始まりましたね。意気込みのほど最後に皆さんにどうぞ、はい、まあ多分皆さん知らないと思うんで、僕あの10年目なんです、実は今年。2009年にパーフェクト、はい、P10 年、はい、P プロ10年目なんで、ちょ節目の年でありますんでね。ちょっとこの辺で、まあ、ストップザ浅田聖吾。浅田聖吾。はい。まあ、あの上の 4,5 人、まあ、10人ぐらい、いやもう15人ぐらい、そういうやつらをちょっとね、全部もうボコボコにして、そうですね、あ、こいつたまにやんねやみたいな、うん、たまにをちょっと、うん、いつも20戦に1回ぐらいのたまにを、うん、まあ5戦に1回ぐらいして、おー、そういう感じで、はい、頑張りたいなと思ってます。やっぱこうね、憧れの竹山大輔もパーフェクトに参戦してきてることだし、そうですね、すごいですよね、これはもうすごい僕ら世代というか、もう俺はもうずっと、俺店にずっと行ってたから、はいはいはい、はい、ずっと前ボコボコやられたパターンでしょ、ボコボコに、やられまくって、やっぱ強いなみたいな、いや強いっすよね、
で今日も1位通過。いやすごいです。下積みちょっと低、まあ、低、まだまだ。刺激にはなりますよ ね。俺ら世代で言ったらやっぱ見てきて育った世代なんで。そうそう。今魚三枚おろしばっかりしてるらしい。あそっちはもうすごい。そうそうすごい。三枚おろしば。目がマジでした今すごいっていう目が。三枚おろしがすごい。なるほどなるほど。はい、いやそうですね、まあ、あとも使えてますんで、もうだいぶ ね、いや疲れてる、あ、使えてるのもあるけど、僕もちょっと疲れてきて、あ、なるほど、そうですよね、やっぱ結構人数的にもね、今日インタビューしなきゃいけないから、いやいや、もういないです、これ違う、これはスタッツ上位、あ、スタッツ上位、あ、鈴木徹、すごいですね、鈴木徹、サクク氏、サクク氏、あ、語呂悪いな、語呂悪い、語呂悪い、語呂いいやつ、これいないでしょ、いや、いるいる、誰ですか、誰ですか、サクサク。さすがやね、マスミはやっぱサンキューサンキューでサンキュー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 血のマスミで落ちていこうかな今年はね。なんでこれがいちいちこれがよっぽどネタがなくなってきたんだ。なるほどなるほど、ね、そうですよね、やるっていう、はいはいはい、これでね、でもこの、はい、呼ばれたことない方いるじゃないですか、はいはい、この俺も、あ、横山さんとか、まあ分かるんですけど、はい、そういう人らちょっとピックアップして、やっぱ社長の社長の喋りによってパーフェクトはこういうもんだぞっていうのがやっぱちょっとね、いやいや、あのほら、あのでもあんまりねこう言いすぎるとちょっとまずくて、はいはい、要するに、まずい、いや変なところでずっと言われ続けるな、あなるほど、なんかそれ迷惑してるって言われてました、いやいや迷惑はされる、誰だそれは知名度上がっていいと思うんですよね、なんかね、なんかね、なんかでね、ちょっとね、何気なく言ったことがね、もうそれがずっとついてちょっとこう伊藤裕二さん、うん、サブロー二郎いますよ。ああ、サブロー二郎。サブロー二郎。サブロー二郎か。はい、そしたらこのもう串引き選手ね。はい。サコサコ。サコ。意味がね。意味がわからない。サコサコはちょっと意味わからない。はいはい。ということでね、巻きタイムに入ります。巻きタイムですね。次はちょっとあのサンキューサンキューが待ってますんで。はい。はい、ということでですね、はい、皆さんに最後に一言。ああ、じゃああの2019年10年目なんでちょっと、はい、頑張っていきたいと思いますんで、あの多分これ見てくれてる何千人ですか、何百人、いやいや1300人、69人の中に4人くらい多分俺応援してるよって人おりいると思うんですよね、うん、その4人の方に向けてちょっと飽きず絶えず応援してほしいなと思います、ね、サボらずおごらず頑張れますんで、うん、今年もよろしくお願いします、ね、さあ今年もぜひ頑張ってください、はい、頑張ります、サクコクサクコクという感じでね、はい、頑張ってほしいですね、いやよかったな、サンキューサンキュー出したかったです、ありがとうございます、ありがとうございます、山本選手でした、ごめんなさいね、追い立てるようにね、手羽手羽止めてば、手羽止めてば、カリッとジューシー止まらない、止めてってば、最高金賞受賞、止めてば。